これは IT の専門書じゃないんです。事実書じゃないんです。シニアがシニアの目線で、シニアのために、シニアのためと思って書いた、シニアとデジタルをつなぐ本ですね。シニアがなぜデジタル、あるいはインターネット、あるいはそれどういう問題がそこにあったのか、まあデジタルの世界もあるんですけども、それを支える自分の過去のアナログの世界というものをもう一回見直してみる必要がある。それにプラスしてデジタルを加えていくと、新しい自分の未来がそこに見える。今若い方もいずれはシニアになる、まあ、そういうことでですね、シニアの問題はそのシニアだけの問題じゃなくてですね、これから生きていく全ての人の共通の問題ではないか。コロナで奪われた人間の喜びっていうのがいくつかあるんですけど、その中に教養と教育、それは何か、今日用がある、今日行くところがある、出ちゃいけない、家の中に閉じこもれ、こもれということで亡くなって、奪われたわけですよね。と残されたのは結局、教養と教育が残されたのはやっぱりデジタルなんですよね。いくつからがシニアか分かりませんけど、まあ、世界的にはまあ65以下が以上高齢者とするとですね、85っていうのはシニアになって20年目だなとね。もうということはシニアの成人式の土地だなと。すごいですね、ようやく大人になるっていう。大人なんだから、シニアとして一人前になんかなったんじゃないかな。